大阪工業大学情報科学部ネットワークデザイン学科の学科説明へアクセスいいただきありがとうございますこの学科説明では最初にネットワークデザイン学科がカバーする専門分野やカリキュラムについて紹介し引き続いて情報セキュリティの学びに焦点を絞って紹介をいたします。 さて皆さんは情報ネットワーークとと聞くとどのよううなイメージを持たれるでしょうかおそらく家の中では w i f i 出かけた先では 5G となったモバイルを用いて YouTube を見たりホームページで調べ物をしたり LINE でコミュニケーションしたりと相当身近な存在に感じていいると思いますこのネットワークというのは規模が大きく地球上から宇宙空間までありとあ,りあらゆる場所に広がっていて。 今や人間の社会生活仕事環境の維持と改善になくてはならないものになっています例えて言うなら水を供給する水道ガスや電気といったエネルギーの供給人や物を運ぶ物流ネットワークと同じように情報を流通させるインフラストラクチャーとして情報ネットワークは世の中を支えているわけですこの情報ネットワーク技術はインターネット構成技術 セキュリティ技術コミュニケーションソフトウェア技術から成り立っていますこれらを総合して我々はネットワークデザイン技術と呼んでいますこのようなネットワークデザイン技術は情報科学の一角を占める大変重要な技術分野です来年から情報科学部は5学科になりますがその中でネットワーク セキュリティそしてネットワークサービスの教育と研究を担当するのがネットワークデザイン学科ですネットワークデザイン学科では社会を支える情報ネットワークを作り上げる三つの大きな専門技術を総合したネットワークデザイン学を学びますその一つ目が情報セキュリティです暗号認証サイバー攻撃対策などです二つ目がコミュニケーションソフトウェア すなわち新しいアプリやインターネットサービスを創造するソフトウェア技術です3つ目がネットワークシステム技術でネットワークそのものの設計や構築技術 IoT 基盤の構成技術などが含まれますネットワークデザイン学科ではこれら3つをデザインし総合することで新しいネットワークシステムやサービスを生み出せる専門能力を身につけることができます ネットワークデザイン学科では、幅広い分野の専門能力を身につけることができますので、卒業生はモバイル通信業、情報セキュリティ関連業、IT 企業など、さまざまな分野で活躍しています。具体的な企業名や卒業生から寄せられた声を、ネットワークデザイン学科のホームページでご覧いただけますので、ぜひご覧になってください。 ここではネットワークデザイン学科のカリキュラムの特色を紹介します。4年間でネットワークデザインの専門能力を身につけるためのカリキュラムが用意されています。1年次ではセキュリティ・コミュニケーションソフトウェア・ネットワーク技術の土台となるコンピューターの基礎や情報理論・数学を共通教育科目とともに学びます。 2年次では基礎的な専門分野の講義とそれらとリンクした演習実習を通じてネットワークデザインの基本を確実に身に身つけます。3年次はより専門的な講義と応用的な演習実習を通じてネットワークデザインの基幹となる知識を体系的に学びそれらを総合したデザイン能力を確実に身につけます。 そして4年次には卒業研究でネットワークデザイン技術を実践する力を身につけるわけです充実しているのは演習科目です基礎・応用・発展と2年次の後期から3つの演習が用意されています2年次の後期の基礎演習では実際にロボットやマイコンを制御するソフトのプログラミングを行い 実習形式でソフトとハードの両面からネットワークデザインの基礎技術を学びます3年次前期の応用演習と後期のネットワークセキュリティ演習では実際のネットワークアプリケーション通信プロトコルセキュリティ対策システムの開発を実習形式で学習する演習です。安全なネットワークシステムやサービスの実現技術を身につけるための応用演習です。 このような演習のほかに1年生から4年生を通して参加することができるさまざまな PBL すなわち課題解決型学習も用意されていますネットトワークデザインにははソフトウェアは不可欠です。現在のネットワークはほとんどソフトウェアで出来上がっていると言っても過言ではありません。 ネットワークデザイン学科では入学直後の1年次前期からプログラミングの基礎を演習形式で学習しそして1年後期からは C 言語や Java について本格的なプログラミング技術を3年前期まで学習します。以上のような講義演習やプログラム実習で身につけたネットワークデザインの専門能力は3年時には情報セミナールにおいて 4年時には卒業研究において所属する研究室が取り込むさまざまなテーマやシステムの研究開発の場で実践をしていきます。このパートの最後ではネットワークデザイン学科で行っている研究開発例を紹介しましまょう現在学科では将来にわたり重要性が一番高い情報セキュリティに関連する数多くの研究を行っています。 ここでは、人を守る、社会を守る、データを守る、データを活用するという切り口で分類して紹介をしています。例えば、人を守るでは、暗号がかけられた文章を見るだけで解読ができる暗号グラスの開発、利用者の意思を確認する安心・安全なスマートスピーカーの開発があります。また、社会を守るでは、IoT デバイスを駆使して、 てしまうセキュリテティシステムの開発にも取り組んでいますますた情報データそのものを守る研究ではブロックチェーンのような分散セキュリティに関する研究また人工知能 AI の利活用が急速に広まっていますがこの AI も外部からの攻撃や脅威には弱く AI をだますことが可能です。 そのような AI を守るセキュリティシステムの開発にも取り組んでいます。また出かけた先で便利に利用することができるフリー w i f i システムもその使いやすさを全く損なうことなくでも風性アクセスや不正利用を絶対に許さないシステムの開発にも取り組んでいます。その他にも多彩なセキュリティに関連する研究を行っています。是非当学科のホームページをご覧になっていただければと思います。 以上、ネットワークデザイン学科が情報セキュリティネットワークシステムコミュニケーションソフトウェアを総合したネットワークデザイン学学学とといいう専門能力ををべるる科であることを紹介ししてまいりまりた非常に多彩な分野に応用できる技術でありそのような専門能力を持つ技術者が社会からは求められています。ぜひこの機会にネットワークデザインという分野に興味を持っていただけたらと思います。 学科の概要を駆け足で紹介しましたが現在当学科では社会からの大きな要求に応えるため情報セキュリティの教育の強化に力を入れていますそこで次にこの情報セキュリティに焦点を当ててその学びについて掘り下げて紹介をしたいと思いますネットワークデザイン学科における情報セキュリティの学びを紹介します 昨今毎日のように情報漏洩やネット犯罪に関するニュースが聞こえてきますこのような問題は例えばパスワードクラッキングというパスワードの解読によるシステムへの不正アクセスや標的型攻撃といわれる悪意のあるメールを介したウイルス感染のことを指していますその結果データの破壊や漏洩が起きてしまいます このような憂慮するべき状況の中、セキュリティ技術は以前にも増してますます重要になってきています。すでに皆さんの身近なところで情報セキュリティ技術は活用されており、皆さんを陰で守っています。例えば皆さんのポケットやカバンの中にあるスマホや銀行カード、交通カード、そしてゲーム機などにもたくさんのセキュリティ技術が詰まっています。 これらのさまざまなセキュリティ装置やサービスなしには個人レベルから医療システムや金融システム交通システムといった重要な社会インフラのレベルまでほとんどのサービスやシステムが成り立たないというのが現在の状況です。さて情報セキュリティを学ぶということはどういうことでしょうか社会においてはシステムやサービスを開発する人 利用する人、守る人といった立場で情報セキュリティに対する役割を担うことができます。システムやサービスを開発する人は、例えば列車制御システムや移動体課金システムのセキュリティを開発します。利用する人というのは、例えばクラウドサービスを利用しながら自社の商品を販売する人たちです。もちろんスマホを利用する私たち自身も利用する人です。正しく、 安全に利用するためには情報セキュリティの知見が必要ですさらにサーバーやネットワークの状態を監視し攻撃を防御したり原因を突き止めるセキュリティ専門のスタッフがいますこのような人たちがシステムやサービスを守る人です立場が違っても身につけておくべき情報セキュリティの基本知識を学ぶ機会をネットワークデザイン学科では提供します ネットワークデザイン学科で学ぶ3本の柱はネットワークを構成する技術新しいアプリやインターネットサービスを生み出すコミュニケーションソフトウェア技術そして情報セキュリティ技技術術でです。すて、IT の中の中基盤技術ですここでの学びをセキュリティに注目して紹介しますとまずプログラミングやインターネット通信とともに情報セキュリティの基礎を 情報セキュリティ基礎応用といった座学の講義でがっちりと学習します。これが基盤となります。そして座学データ知識を専門演習やセキュリティ演習を通して確認し使える知識として身につけます。さらに興味がある人は情報ゼミナール卒業研究でより深く学び自分自身のアイデアを実現させることができます。 これは情報セキュリティの技術領域を大まかに示しています情報セキュリティの基礎・応用という二つの講義では暗号・認証・サイバー攻撃・セキュリティ評価や検証などを学習します実はこれらのテーマは独立ではなく互いに密接に関係していますそのような技術の相互関係がわかるようにするなるのもネットワークデザイン学科の教育の特徴になっています 座学で学ででんだ技術をを演習で確認し、定着を図ります。情報セキュリティはなレイヤーで実はまずネットワークレベルですがルーターを介したネットワークを構築しパケットと呼ばれる通信データを適切に選別することで安全なネットワークを構築することができます次にプロトコルレベルですが皆さんは「山」と聞かれたら「川」と答えますね。 これは合言葉ですがこのようなやり取りをプロトコルと言いますこれに暗号を使うことでその安全を確保することができますまた最も上位のサービスレベルではウェブサービスを例に取り上げて情報漏洩が起きる事例やその仕組みを学習しますこのような演習は実験室や広い演習で行います さらにセキュリティに興味を持った場合は、研究室に所属して、より深く、そして楽しく学びと研究を進めることができます。一例を紹介します。これは航空機位置情報配信、ADS-B の研究事例です。航空機は GPS からの情報をもとに位置情報を発信しています。この情報は、飛行中の民間航空機の現在位置をリアルタイムで表示するアプリケーション、 フライトレーダー24にも使われていますこの位置情報のデータが改ざんされると航空機の鳴りすましにつながりますそこで暗号技術を使って鳴りすまし防止や改ざん検知の対策を行いますしかし位置情報のデータパケットが120ビットにも満たないとても短いパケット長であることから通常の対策はできません データパケットの長さを考慮した方式を提案し実現しています IoT ではさまざまなデバイスやネットワークが密に連携しますがスマートフォンなどの IoT デバイスはサイバー空間の出入り口ですので格好の攻撃対象となりますしたがって IoT デバイスにも情報漏えいへの防御が必要です。 暗号グラスは暗号化されたデータをグラスをかけた人だけが複合して見ることができます。機密データが漏洩しないだけでなくあなたの思考も漏洩させません。このような研究開発に取り組んでいます。以上、ネットワークデザイン学科での学びの特徴、情報セキュリティ分野の教育の特色を紹介してまいりました。 今後も当学科ではネットワークデザイン学を学び情報セキュリティ、コミュニケーションソフトウェア、ネットワークシステムを総合してデザインできる専門能力を身につけたたくましい技術者の育成と安心して快適に使えるネットワークシステムやサービスの創造を通じて次世代のスマート社会実現に貢献します。ありがとうございました。